美鈴ちゃんおかえり。こうちゃんとお話ししてきたんでしょ。どうだった？正直無理だと思うわよ。ガビーン。それって本当は気づいてるんでしょ、先輩に女として意識されてないって。純一郎を使って先輩に揺さぶりをかけてたけど、あれも娘を嫁にやる父親のような気持ちだったんじゃないかしら。嘘つき。あのキャロルが早退したって聞いたんですけど。今回は痛み分けですね、コウスケ君。どうぞ。キャロ。僕は大バカ者だ。ごめん、キャロ。私をいじめるとコウちゃんのためになるの？え？いや、それは言って。は、はい。愛してるよ、キャロル。遅くなってごめん。キャロル、あんて何？そこまでです。チェー。